はい、どうもねです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょう。ということで、本日はこちら。じゃーん。スペースジャグラー開けていきたいと思います。ということでね、このスペースジャグラーはポケセンさんではなくて、お店の抽選で当たったものになりますので、まあね、どういった感じの開封になるかわかりませんけれども、開けていきたいと思います。ようやくね、診断が開封できるということで、楽しみでございます。ということで、やっていきましょう。はい、ということでね、開けていきたいと思います。さあ、まあこうやってね、開封していくわけなんですけれども、ちょっと迷っているのがね、僕未開封の、なんていうんですかね、コレクション、取っておいたわけじゃないですか。なのでね、こう、最後の方に、いや、これノーマルしか出ないよね、封入率的にっていう、もうパックが残ったら、それを、未開封コレクション用に取っておくのか否かというところがね、ちょっと迷ってるんですけれども、ただちょっとね、そもそも封入率とかをきちっと把握しているわけではないので、そこのところはね、なんかどうしようかなって思ってます。よし、行きましょう。3パックずつぐらいでいいかな。久しぶりにこの開け方した気がしますね。最近はずっと、なんですかね、裏から開ける、綺麗に開けられるパターンだったので、あ、やべ、久しぶりのパック開封すぎて、パックを居残らせました。はい。行きましょう。サッチムシ、アグノム、リングマン。おー、いきなり、いいですね。オリジンパルキア V スターですね。なんかね、パルキアの封入率がちょっと違うんじゃないかみたいな話になってたんで、これはね、いいですね。どうだと、マイカ、翡翠マルマイン、翡翠ニューラ、翡翠オーニューラ V、翡翠クレベース、ロミラ、モクロウ、コータス、エネクジ、レジドラッコというところですね。なるほど。いいですね。まだね、実は、僕自身がね、レジェンドアルセウス買うだけ買ってね、プレイしていないというところになりますので、翡翠がいまいちわからないと、いう感じになってましてね、ちょっとね、そこだけなんだろうな、この翡翠の感じに乗っかれないというね、残念感はありますけれども。コロボウシ、ネッコハラ、レジアリス、カラマネロ、あ、いいですね、イーブイ、トゲピー、レロウムシ、レジロックザクロ、幕の下、カラナクシ、ヒメグマ、オリジンパルキア V、そしてベロベルト。これいいんじゃないですか。パルキアライン揃いましたよ。まあでもね、多分11じゃ足りないと思うんで、せめてね、やっぱ43ぐらいは多分必要だなっていう感じなんで、おそらく1ボックスで揃え切ることはちょっと難しいかなというところですかね。うまく開かないな。いけてるか。よし。アグノム、ギャロップ、イングマ、エネクジ、レジドラゴ、メレシ、マイカ、ポニータ。あ、なんか飛ばした。はい。ヒピ、オーニューラ、コルダック、謎の化石、カチコール、サッチムシ、トリデプス、マギアナ。なるほど。謎の化石って採用されてるんですね。へえ。謎の化石って前にありましたもんね。あれかな、効果も同じカードですかね。であれば同様に使える感じなのかな。行きましょう。ヒメグマ、ラブカス、トゲピー、あ、出た、翡翠のヘビーボール、いいですね。これはね、何かと使えそうな、何これ、ガチグマ、リングマから新、リングマ2進化になった、3進化ってことか。エロリンガ、ダークライン、相手のバトルポケモン眠りにする、しっこねえば自分の次の番、このポケモン技が使えない、タレトクス、モクロウ、翡翠ニューラ、ドーミラー、ハイサイ、コロトック、ハイサイみたいな感じね。
ちょっと違いますね。はい。ここまでダブレア1枚、トリプルレア、あ、ダブレア2枚、全然言えないのね。ダブレア2枚、トリプルレア1枚というところなんで、あと、V スターが、いつも通りの封入率だったら V スターがあと1枚と、V があと2枚ぐらい出るのかな。で、SR 等があるっていう話だと思うんですが、はい、ヒードラン VMAX、あ、そっか、今回 V スターじゃなくて VMAX もあるのか。ヒードラン VMAX ですね。なるほど。そして、ベロベルト、トリトドン、フクスロー、カラナクシ、イオルブ、レジドラゴ、レジドラゴめっちゃ出てる気がするな。ベロリンガ、あたてだ、新王神殿、ハリケアマン。そう、レジ系集めたデッキあるじゃないですか。あれをね、ちょっとね、いや難しいのはわかってるんですけど、ちょっとね、ああいうデッキ、なんか楽しそうなんですよね。ちょっと組みたいなってちょっと思ったりするんで、デジ系ね、集めきっちゃいたいなとは思ってます。ボニータ、ユクシー、モクロ、ガチグマ、トゲチック、メレシ、ネッコアラ、ヒスイビリリダマ、そして、あ、出た、バサギリ。バサギリですね。あ、いいですね。抜群グラス。これはね、僕、ヒエク好きなんで、なんか活躍のしがいがありそうだなって思ってますね。いいですね。僕、マットパーティー、好きなんですよ。なんでね、まあ、ちょっとマットパーティーの復権に一役買ってくれないかなって思ってたりします。やっぱね、なんだろうな、ドミノマダムが出てきてね、なんか同じようなコンセプトが、なんかそっちの方がいいんじゃないかみたいな感じになってるんで、ちょっとね、物足りなさがある感じだと思うんでね、ちょっとどうにかしたいなって。どうにかできるもんじゃないけど、僕が。でも、ちょっと思ってます。よっ、グレイシア。コロトック、サッチムシ、イーブイ、ラブカス、よっ！おー、なるほど。スピア V の、スペシャルアートですね。もう、いいんじゃないですか？全然。じゃね、なんかツイートでも見たんですけど、今回ね、横線がね、あんまりないということで、今回カブケが本気を出してきたんじゃないか説、みたいなのがね、ちょっとあったんですけど。いいですね。このスピアも、非常に、綺麗ですね。あ、いいですね。スピアの、スペシャルアートというところですね。かっこいいな。なるべくね、ネタバレというか、自分が開けるまでは、どんなカード、スペシャルアートが入ってて、どんな UR 枠があってとかっていうのは、もう見ないようにしてるんですけれども、ちょっとね、やっぱツイッター開いてると、やっぱいろいろ流れてくるんですよね。なんでね、このスピアとね、あとは、パルキアと、ディアルガの、あ、いいですね。貝のトレーナーズレアですね。あれはね、見ちゃったんですよ、スペシャルアート。なんでね、ちょっと驚きがね、もしかしたら、若干弱めだったかもしれないですけど、ちょっとそういうわけでございます。はい。ただね、UR 枠はどんなのあるかとか全く知らないので、ちょっとね、非常に、今から楽しみでございますけれども、完全に、取らぬ狸の川山用状態。もう、当たるかどうかわかんないのに、こんな話をしているというところになってますね。ということは、これで、ちょっとダブレアがあと1枚出たら、それで、終わりかな ?2 枚箱の可能性もあるのかな ?2 枚箱の可能性もあるかもしれないから、まあ、全部開けましょうか。お、かっこいい。これ何これ、ヒーロラン V ですね。これめっちゃかっこいいな。これすごいっすね、なんかね。ヒドランってなんかバカにされがちだけど、めっちゃかっこいいっすね、これ。なんか雰囲気違う、いいっすね。ということで、あと3パックなんですけど、ちょっとこれとりあえずパック保管用にあれするのと、ただそもそもここからもうレア枠出ないんだったら1パック未開封でもいいかなって思ったんですけど、どうせまたこれからもスペースジャグラーとアイムジャグラー、アイムジャグラーじゃねえ、スペースジャグラーと、タイムゲイザーは、開けると思いますんで、まあとりあえず未開封で取っておかずに開けちゃいましょう。
封入率とか分かんないですからね。で結局出ないんだよな、きっと。ほら、あ、でも抜群グラス出たからいいわ。はいはい、ということで、開封終了いたしまして、今回はこんな感じでもいいですね。パルキアライン揃ったのと、スピア V のね、スペシャルアートが出まして、そしてね、ヒードランもラインで揃うというねあの非常にあのいい感じに効いてくれたんじゃないでしょうか。まあ、あとね、翡翠のヘビーボールが1枚、ね、そして抜群グラスが2枚、貝が1枚ということで、もうちょっとね、この辺欲しかったなと思いますけれども、まあね、これからも引き続き当てて必要なカードを集めていきたいと思います。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録そして高評価でおいただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。